3時になりました。それでは、記者会見風イベントを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いつも通り写真撮っていただいて、拡散していただいて、動画撮っていただいて、拡散していただいてそういう感じでよろしくお願いします。でも動画の方はですね、今日は本格的キャメラマンがいますので、ですね、はい、まあ、どちらでも、はい、構いませんので、よろしくお願いします。それでですね、前回ここで記者会見風イベントをした時がありまして、それは、今年の元旦に行われるはずだったですね、大会の発表だったんですけど、見事に私がインフルエンザになってしまい中止になってしまったんですよ。そして今日は何を発表するかというとですね、試合の発表です。もちろん、おお、熱心だ熱心だで、その日時がですね、来月ですね、4月の12日、王子ベースメントモンスターです。おー、となるとですね、はい、バサラと注意です、はい、3分割じゃなくて2分割ですね、はい、で、バサラの方からですね、興行やりませんかという話があってですね、で、私も今月末にですね、名古屋で興行があるんでですね、今発表しないとですね、なんて言うんですか、さすがに間2週間ぐらいじゃ無理だぞと思って、はい、でもどうしようかなと思ったんですけど、やることに決定しました。おで、そのプロレス侍をですね、まあ、やるのが筋だとは思うんですけど、なんせですね、2分割ですのでその分会場費もですね、ちょっと3分割の時に比べるとですね、割高になってしまってですね、ちょっとプロレス侍はちょっとしんどすぎるなと思って、全く色の違う興行を、はい、やります。でですね、バサラと昼夜なのでですね、やはりですね、バサラの選手もですね、たくさん出てもらった方がいいかなと思いましてですね、まずはですね、私はですね、藤田プロレススクールのですね、本当の意味での共闘といえるですね、安浦野さんに相談しまして、でですね、まあ、ワンデートーナメントなんかどうだと、はい、4人ぐらい集めて、でもワンデー、まあ、8人、違う、4人か、はい、4人トーナメントにして、まあ、ワンデートーナメントやるなと思ったことを言ったんですけど、まあ言ってもこう2試合、もういきなりの準決2試合からの決勝戦なんで、まあ言ったら3試合じゃないですか。でそれでもうあと1時間ぐらいトークショーやればいいかなと思ってお茶を濁そうかなと思ったんですけど、それ良くないんじゃないかと言われまして、じゃあタッグトーナメントはどうだろう、はい、でなんかちょっとやっぱりですね、こう若者にチャンスを与えようと、私と安浦野さんはベテランなので、ね、はい、と思いまして、でもですね、こうまあ、トーナメントをやろうとしてるんですよ。で、じゃあまずもうタッグでやろうと、で、あとの 2チームはチームキャプテンを誰にするかなと思ってですね、でまずはですね、どうしようかなと考えてあげるか、今月末にですね、名古屋で名古屋スクールオブ闘争という興行をやりまして、で、その去年ですね、モーニング闘争っていうのをやりまして、で、
去年は出てたのにですね、あの今年出てないぞっていう方がいるんですよ。はい、でその方にですね、申し訳ないなと思ってですね、あの私のチーム、安浦のチーム、そしてですね、もう一人、阿部文則のチーム、そしてもう一つがですね、トランザム広志のチーム、トランザム広志さんがですね、本日来られてます。どうもご無沙汰しております。お帰りなさい、インドから。あ、帰ってきました。南インドはコインバトルから。どうでした、ヨガのレッスンは。いや、すごかったですね、本当に。もう本当に砂ぼこりが凄まじくてですね、私も完全に体調を崩したんですけども、皆さんの顔を見て本当に元気になりました。おー、ナマスカラ。はい、でですね、あの、はい、そのタッグで、はい、私と誰か、安浦野と誰か、はい、トランザムの広志と誰か、はい、アリフィンドルと誰かの、はい、トーナメントをですね、はい、やろうとしたんですけど、はい、まずはですね、そのパートナーはもう決まっておりますので。おお、はい、なんと。なんと、ですね、私のパートナーがですね、あのこう東京でですね、あまり、まあ、見たことない選手をちょっと紹介したいなと思いまして、琉球ドラゴンボールですから、天下無志丸という選手をですね、はい、呼びます。すげえ、はい、牛は好きなんだ。僕もあのしっかりですね、どんな人物なのか把握してないですが、はい、彼をパートナーとしてですね、やります。で、安浦野がですね、のパートナーがですね、あの、フリーダムズから、フルネーム、フル、そうなんです、フルネームなんですよ。間違えちゃいけないですからね。そうだ、平田智也。平ちゃんです。平ちゃんとしか呼んでないんでですね、名前がちょっと今ど忘れしてしまいました。そして、安倍、まあ文則なんですが、まあ、あの安倍ちゃんより若手って言ったら、やっぱり何て言うんですかね、あのキャリアと足してこう比べてみると、これどえらいことになるかと思って、まあ安倍ちゃんをに関してはもう任せると言ったらですね、阿部文則はですね、忍選手をセレクトしました。そしてどうぞ。そう、私のパートナーはですね、まあ、やっぱこういう時代じゃないですか、今ちょっとね、人と人とのつながりがこう希薄になっている時代ですよ。やっぱり人間のこう強さっていうのはですね、やっぱり一人では生きていけない、周りの人とこう手を取り合って金を交換しながら生きていくっていうのがやっぱり人間の強みじゃないですか。そんな中でですよ、やっぱり、インドとですね、敵対関係にある国、そういった国と手を取り合うことによって、つまりプロレス界からこう平和、ラブ&ピースというものを発信していこうじゃないかというふうにインド人の私は思いました。パキスタン人の友達を呼んでみたんです。コナカペールワンというですね。コナカペールワンは非常にこう自然派のヨギですよね。はい、彼をですね、私はオーダーした。オーダーしたところですね、こちらにいる藤田美濃爺の方からですね、全く違う選手が送られてきました。はい、あの、何なんですか。ちょっと後でそれに関してはですね、あの少し後で発表させていただきます、はい、でその4チームでですね、あのトーナメントをしようと思ったんですよ。でもですね、あのやっぱりですね、タッグになったところで3試合は3試合なんですよ。となるとですね、あのまああんま攻めてないかなと思いまして、あのやはりですね、ここはあの
なんていうんですかね、あの、まあ普通の興行やってもですね、あの面白くないと思いまして、あの思案した結果ですね、まあ大会名がもうそれになっちゃうんですけど、あの正式にはですね、2020王子最強タッグ決定ワンデーリーグ戦にしたいと思います。おお、はい、これで全6試合になります。はい、今回ポスターがないのです、ですね、あのチラシだけ作ったんですけど、チラシこちらになります。おお、すいません、ちょっとこの中ペイワンさん誰なんですか、この子は。あのジインテリジェントセンセーション長いな名前がグランドパッションマスク4号。はい、すいません、あの違う人を間違ってた、聞いてないですよ。私はやっぱりあのね、こういう綿でできた素材の服を着た選手と組みたかったのに、完全にナイロン製じゃないですか、こんな隔たりのある人間とは組みたくないですよ。いやいやいや、でもあの彼はですね、あの自ら歌う曲で入場されるんです。歌得意です。それはいいですね。じゃあいいかもしれない。歌が好きな選手ですね。歌好きに悪い人はいい。これ後で皆さんにお配りしますので。お、はい、でですね、あのまあ多分ですけど、あの全試合、15分1本勝負で、はい、やろうかなと思います。で例えばですね、まあ、あの試合順決定してないんですけど、例えばこうまず2試合やるじゃないですか、公式戦を。でその後は、まあ、コートするじゃないですか。これの後にですね、あの2試合やった間にですね、あのくじ引きでどっちの公式戦を先にやるかをですね決定しながらですね、試合順が変わっていくシステムを取ろうかなと思っております。は、まあ、だからなんだって言われたらそうなんですけど、はい、まあいろいろ、はい、運も味方につけながらですね、公式戦に乗り切ってもらおうと思います。過酷ですね。過酷です。はい、でですね、あの優勝賞金とかですね、特にないんでですね。ないですよ。これ見てください。主催ファッションセンター藤田です。金なんかねえに決まってるじゃないですか。あ、でもその代わりですね、あの私とですね、あの安浦野さんがよく主催イベントとかですね、主催興行をやるのでですね、あの優勝したチームのお二人にはですね、まああの。こっちのチームとこっちのチームがあの優勝した場合、そのパートナーになるんですけど、あの優先的にですね、イベントなりですね、あの興行のですね、すごい、沖縄から、はい、こう呼んで、はい、まあ今年だけですけど、はい、優先的に出てもらう、まあ得点なのかどうかわからないですけど、はい、あとはですね、もう優勝すれば王子の最強、今年の王子最強タッグの称号が得られるんです、ね、やった、はい、他に何がいるんだっていう話ですよ。すごいことですよ、王子、はい、そういうやつをやります。でですね、チケットのシステムなんですが、最前列だけ指定席でですね、4000円、あともう全部自由席です。はい、で3000円、はい、でプラス500円ですね、はい、やっぱりこう若手選手もあの出てもらうんですね、はい、あんまりバカ高い値段取っても来づらいってなったらですね、嫌だなと思って、ちょっと見やすい価格設定にしました。で、あの最前列はよく DVD 付きっていうのが恒例なんですけど、大会やった後で後で送るっていうシステムがもうあのなかなかしんどくなってきてですね、はい、はい、DVD は多分発売するんですけど、まあそれは出てからまた買ってくれっていう、はい、感じにしました。はい、とりあえずこちらからの発表はそんな感じです。何かご質問がある方はレンブランドさんどうぞ。
と、今回のタッグリーグで参戦するあの若手選手の中で、はい、個人的に藤田実さんが一番期待されている選手っていうのは、はい、どの選手になりますか？あ、いや、それは天下の島さんですよ。私のパートナーですから。はい、見たことはあるんですか、試合を？はい、もちろん。はい、ブルーレイで。はい、あの、こうやっぱり同じ興行に出たらですね、なかなかこう見れなかったりとかするんで、でベストオブザスーパーポークにも出てるんですけど、黒子として出てるので、ですね、全然見れなかったんですけど、あのライガーさんがラストで出た時の試合は見ました、映像で。はい、ありがとうございます。とんでもないです。牛は宝ですね。はい、もうやっぱりあんまり東京で試合するときがないんで、うん、ちょっと沖縄の選手とか、うん、まあ、九州の選手でも良かったんですけど、はい、まあ、はい、今回よりなんか見る機会の少ない選手を知りましたと思われる選手ですね。いやでもね、こうやって見てみてもですね、この私のプロレス人生の中でほとんど試合したことない選手なんですよね。うん、このリストの人たちに関しては。あんま興味ないですか？私には。どうですか？あんまイマイチでしたこれ。あ、どうぞ。リーグ戦なので、はい、おそらく同点になるとか、もしくは試験制を取られるのか、同点になるとかがあると思うんですが、はい、その場合はどのような形で？その場合はですね、優勝決定戦を決まるまでやろうと思います。お4チーム同日まであり得る？ああ、あり得りますね。そしたら4チーム同率になるとまた後日になりますよね。後日もしくはあの2021年にあの持ち越し、ね、はい、もう4チーム同点だった場合に限りますけど、はい、2チーム同率だったらもうその日決めてしまうかもしれませんが、はい、もう2つでも3つでもお願いします。この中ベールワン選手から一体何があって4位だったって。そうですよね。この中ベールワンって言いました、ね、この中ベールワン、はい、私は言ったと思いましたけどね。インテリ4号って書いてるのかなって。全然違いますよ。おかしい、おかしい。ああ、いやでももうオファーしてしまったのですね。あの多分小中さんは来ないと思われます。はい、多分インテリさんも東京で試合することってなかなかあるの？あんまりない、あんまりない。無名のグリーンボーイですね。そうですね。まあまあ、はい、胸を貸す感じやりたいと思います。戦いですか、すべてが。はい、いや、そうです、本当にもう、あの、なんですかね、もう、優勝しても賞金がないのでですね、もう本当に皆さん、あの、自分がインパクトを残すんだっていう、一日を過ごしていただけたらいいかなと、はい、まあ、別に強制はしませんが。はい、そういうのをやりそうなメンツを一応あの私はそうです、はい、揃ってはいるんじゃないかなと思うんですよね。かなり疲れそう。はい、そうですね。まあ、もう誰が、はい、サバイブするのかご期待していただきたいなと。はい、そしてそのこの4月12日にですね、あの世間の感じがどんな感じになってるのかも分かりません。ただあのもう一度ベースメントモンスターはですね、あの毎月もう毎月毎日消毒とかやってますので、
んでもうやってくれって言われてるんですね、はい、その期待には応えたいなと、はい、思っております。あ、プラス500円かかりますので、はい、ワンドリンク付きで、はい、当日料金ももう面倒くさいのないんですけど、はい、こんな感じですか、ね、まだ20分も満たないですけど質問なに、あ、どうぞ。毎回この工場があるとファッションセンターというのがプレゼンですね、はい、グッズの新作が出てくることがあるかもしれないグッズの新作ですか、ですね、もうちょっと期間的に厳しいかなという感じがですね、これに関しては、そうだな、何か考えます、はい、でこの後チケットの即売会もやりますので、はい、で今日ですね、チケットを購入してくれたたくましい方にはですね、フリーダムさん後楽園大会と大日本プロレスの横浜文化体育館のチケットでも可能なんですが、チケットを買ってくれた方にはですね、藤田プロレススクールを漏れなくプレゼントしますね。でこれをもう持っているという方はですね、去年ですね行おうとしたボーリング闘争のですねシールっていうのがありますね。こちらでも可能です。はい、すごい。そうです。あ、で、火曜日の名古屋で行われるトークショーはもう参加しただけでこのシールを配ります。おー、はい、名古屋市は今コロナの感染者が非常に今急上昇中らしいのでですね。はい、ぜひ。ロリマンさんも待ってますので、はい、私はエクスを連れて行きますね。そちらの方に行きます。そんな。ああ、もう2つでも3つでもどうぞ。ハッシュタグはどうしますか。ハッシュタグ。そうですね。王子最強タッグにしましょう。ちょっと長いですが。おー、はい、はい、ハッシュタグは王子最強タッグでよろしくお願いします。はい、まあ本当は浦野さんと阿部さんにも今日参加してもらおうと思ったんですが、阿部さんじゃない、浦野さんはもう外れない用事がもうありまして、で安倍さんについてはですね、今日今ダブルヘッダー中、はい、でですね、それでも来たいって言ってくれたんですけど、もう来んなって言いますね私たち2人で本日やらせていただきました。ただいま22分が経過しております質問はございませんでしょうか。皆様、下をいつも言っていただきます。ヒロシジはインドでどんな指導したのか。レッスルマニア。ヨガのレッスルマニアについてちょっと。ヨガのレッスルマニアはですね、一番メインは山登りを行いました。はい、これはヴィランギリ山というんですね。まあ、数千メートルの山なんですけど、そこにですね、夜通し登る。夜10時に出たんです。なんで朝から登らないの？何か理由はあると思います。すみません、すみませんでした。ヨガ的な理由があると思います。名前言ってすみませんでした。私はでも朝ぐらいには5時ぐらいに帰ってこれるかなと思って、帰ってきたの次の日で昼の12時で足がアントニオ本田さんの足がもうボロボロになりました。はい、あ、そうか。本田さんも。本田さんも行かれて、はい、全然底のツルツルのスニーカーで歩く膝がもうガクガクになりました私のサンダルを貸してあげて
話できるんですよ。もうかなりいい修行で。いやすごい、はい、ヨガのレッスルマニアはですね、また別のいいです、うん、夜中にあるんですよ、うん、あの一晩中その日はなんで日が出てる時になったんだろう。なんかその日はあの天体がの関係、位置関係的になんかものすごくエネルギーが上がるらしくて、一晩中背中を正して起きてなさい。ただあのその踊らなきゃいけない、踊らなきゃいけない、眠いから踊るんですけど、インド人はずっと本当ずっと踊ってるんですよ。一晩中踊ってるんです、一滴も酒飲まない。私はまあ適当にちょっと眠いから。アントニオ本田選手に関してはもう完全に眠ってました。あの一人だけあのでっかいなんとか M90 なんとかみたいなマスクつけて寝てました、ね、はい、そういうでも今なんてすごく、まあ、ちょっと風邪ひいたんですけど、その今は調子がいいです。ぜひ来年行きましょう、みんなで。どこにいる人たちはもう来るものだと思ってるから、そういう意味だと思ってる、はい、よろしくお願いします。だから私は一味違います。お試合全然してないですか。全然してない。1日3試合やらなきゃいけないと思うんだよ。1ヶ月休む、はい、大丈夫です。山登ってますから。12時間山登って、それに比べたら3試合、うん、最大でも45分ぐらいです、うん、多分、はい、多分15分1本勝負でやると思います、うん、はい、勝ちます。どの腑に落ちないですか。すごいメンバーですね、しかしね、はあ、やります。もう大丈夫ですか、質問的な。あ、はい、すいません、どうぞ、レンブラントさん。あの最初の方でプロレス侍と違って今回こういうタッグリーグやられるって話あったんですけど、はい、プロレス侍の開催は今後あったりするんでしょうか。はい、ですね、謎です、うん、なんか冠スポンサーにもついたらもうすぐにもできるんですが、あ、そうですね、なんていうんですかね、もうプロレス侍についてはもう元旦に見れるなんかお年玉工業的な意味合いもあったので、うん、はい、もうあれやってたらですね、あのそれの負債は今頃ひいひいになって、あの、はいはい、なんか返さなきゃいけないなと思ってたんですが、はい、そうですね、ちょっと、はい、やりたいのはやりたいんですけどね、はい、元旦だからこそのあのメンバーだったかなっていう部分もあるので、参加予定だった皆様には申し訳ない、わけない、ちゃんと言ってますね、申し訳ないですが、はい、そうですね、あの、はい、まあちょっと王子ということでですね、もうふざけんなよという、はい、思われてるかもしれませんが、そこはご了承くださいという感じですかね。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。レンブラントさんは今日人からには行かれたんですか。行ってないですね。行ってないですね。人からが欲しい。趣味ですけど。こういう机があります、ね。私は普通のカラオケの方が好きですけど。カラオケが好きですね。こういうところで歌うのが好きじゃない。こういうところで歌うのもまあやぶさかではないですよ。やぶさかではない。じゃあもうこれはもうちょっと前哨戦をやるしかないかもしれないですね。カラオケ、はい、望むところですよ。歌で対決しましょう。じゃあ、ああ、しくしょう、本当に歌えんのか、ほら、どうせ歌えねえだろう、ビビって。はい、歌、ここで前哨戦を始めますから、今から私から言っていいですか。どうぞ。いや、ちょっと待って、何でしょうか。ですね、最近ですね、あの私あのなんかあのあこの人たちは押せるなっていうアーティストが現れて、
あのその人の歌を歌おうか歌いますね。まあ、その人たちはですね、名前をですね、ジ・ハルフィーっていうんです。ああ、のリスターだな。ハルフィー見たことありますね。知らない。知らない。よく聞かれて。もう知らないなら歌ってよ。歌うんで覚えたらいいですよ。広志氏がインド行ってる間にできるでしょ。ああ、そうなんです。新人。ああ、私 T シャツも持ってますからね。ああ、じゃあちょっと待ってくださいね。よし。食らわせてやる。この歌食らわせてやる。歌詞を取得できませんでした歌詞がわからない ダメだ、歌詞が出てこない。ちょっと待ってください、ちょっと待って、あの歌詞を探します。 YouTube でカラオケ版を あ、ありました。歌詞でできました。覚えとけよ、ほら。激しい風が今心に舞う。さよならはただ一度の過ちなのか。たとえ500マイル離れても夜が来てまた心は求め合うのさ。星空の下のディスタンス燃え上がれ愛のレジスタンス。遮る夜を乗り越えてこの胸にもう一度ベイビーカード。もういい、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 消えない、消えない、ハルミー。ありがとうございました。おお、じゃあ私はですね、あのこういったご時世ですね、あのやっぱりね、俺の勝ちだろうが。いやいやいや、私の歌にはちょっとメッセージ性が。いや、メッセージ性あったでしょ。なかった今も。やっぱりあのね、あの卒業式を送れない子供たちも今いますから、急にね、学校が終わってしまって、その子たちにちょっと送ります。アルフィー聞いてください、アルフィーで、人として。遠くまで見える道、君の手を握りしめた。手渡す言葉も何もないけど、思いのままに生きられず心に石の粒で自分を苦しめた愚かさに気づく。私は悲しみ繰り返す。そうだ、人なんだ。人として人と出会い、人として人に迷い、人として人に傷つき、
人を通して人と別れて、それでも人しか愛せない、それでも人しか愛せない、全国の小学生に。すげえ、卒業したよ、もう全国の小学生に。もう一度やりきりました。私たちは日曜日もう本当にあの今日来てくれた皆様には私たち私たちもですね誠意は見せたと思います。